今回はですね。危ないデカにも出ています。あの、舘ひろしさんのね名言を5つチョイスして、ちょっと一緒に考えてみようかなと思います。まず1つ目なんですけども、舘ひろしさんのかっこよ。さが仕事に出ているまあ、いい言葉だなと思います。こういうふうに言われています。役者はセリフを覚えるだけじゃねえ。えセリフの背景にあるものを理解しなくちゃいけねえと。 いいいうふうふに言われていたと思います、まあ、役者として演技に対すするる真摯なな姿勢が伺える名言かなと思いますよね、まあ、単にセリフを暗記するだけではなくてその奥にある人物の感情や生き様を理解しようとする舘ひろしさんのプロ意識が汲み取れるんじゃないかなと思います。で二つ目なんですけども「男は背中で語るもんだ」とね昔から言われる言葉ですけども舘ひろしさんがこれをねまあ今 このご年齢で口にするところに、まあ、貫禄と重みがあるかなと思います。まあ、言葉よりも態度で示すことの大切さを説いた名言ではあるんですけども、舘ひろしさん自身がストイックで、不現実行的な生き方を実践してきたからこそ、説得力のある言葉となっているんじゃないかなと思います。どうですかね私たちは、語れるような背中を作ってきたんでしょうかね。えー、3つ目。かっこいいというのは、 自分自身に正直であることだというふうに言われています流行や周囲に流されることなく自分らしさを貫くことの重要性を訴えた名言ですよね例えばねお前の自分らしさって何だって聞かれてパカンとねこうだっていうふうに一言で答えれる人それがかっこいいってことなのかなと思いますけどもどうでしょうかねまあタチヒロさん自身が常に自分自身と向き合い 誠実に生きてきたからこその重みのある言葉じゃないかなと思いますけども自らにねこう当てはめてみるとそこまでかっこよく生きてこれたのかなとちょっとまだまだかっこ悪いなと反省することが多いんじゃないかなと私は思っちゃうんですけどね四つ目です人は誰でも必ずどこかで壁にぶつかる大切なのはそこで諦めずに立ち向かうことだということですよね私が速化塾を始めて十年になるんですけども 稼げたのって初月からなんですよそれから自ら積み上げた売り上げってのが毎月毎月おかげさまでできていますでも実際稼ぐ方法を人に指導するとね壁にぶつかるたんびにやめる人は確かに多いんですよね大切なのは言われた通りにやってみた思った通りにやってみたでも結果に結びつかなかったっていう時に どう立ち向かっていくかってことなんですけども大体いいそこでねへたり込んじゃうんですよね、まあ、人生における困難に立ち向かう勇気を与えてくれる名言として今回この言葉を取り上げたんですけども舘ひろしさん自身もこれまで数々の困難を乗り越えてきたというね経験を持ちだというふうに聞いていますだからこそこういうふうな言葉を発することができたんでしょうね、まあ、役者としても俳優として生きていく中でライバルの存在ってのはあったわけですけども 一緒に壁に壁ぶつかっっったたたにに諦めずに立ち向かののは誰だえそして残念ながら、うん、そこでね、道を分けてしまった俳優仲間や同期、先輩、後輩、こういった人たちに一定の思いがあり、その思いを抱えたまま、さらに俳優業としてね、ここまでされてきたんじゃないかろうかと思います。えきっとですね、えー 俳優の道を登り詰めるっていうことは困難な道を自ら選びぶつかった壁にねひるまずにまた立ち向かっていくことこの繰り返しなんじゃないかなってことをね見ることができると思いますでそして最後ですけどもやっぱり舘ひろしさんね5年齢を重ねてきて今でもかっこいいわけですよでもその理由を聞かれた時にこんなこと言われてたんですよ年を取るのは誰でも同じだと だが年を重ねるごとによりかっこいい自分になっていきたいとだから20代の時よりも今が好き30代の時よりも今が好き40代50代の時よりも今が好きなんだとそういうふうな生き方をしてきてるっていうふうに私は捉えました年齢を重ねることへの前向きな考え方を示した名言だと思うんですけども舘ひろしさん自身が常に進化し続ける存在であるからこそこのような言葉にね 説得力を持ってしまうんですよね。まあ、こういった名言っていうのは、太刀魚さんが生き方や考え方をいつもいつも喋ってるわけではありません。こういろんなね、インタビューは、ーそれから気候の中で。ちょびっとね、こう言葉の端っこにいうことをね、私がたまたま。ちょっと頭に覚えていて、多分こんな意味で言ってたんだろうなーってことを今回は五つ紹介させてもらいました。一語一句同じとは言いませんけども、ただ。 今回紹介した5つの名言を心に抱えたままでね、危ないデカシリーズを見ると、またさらに、タッチヒロスさんの語らぬ魅力に気づけるんじゃないかなと思います。それが私のね、危ないデカを楽しむ、そんな秘訣になってますけどもね。<laughs> ぜひ皆さんも心に残る名言がありましたら、心に刻んで人生に活かしていただきたいと思いますけども、いかがでしょうか。 それではまた別の機会に、タチヒロシさんの証言、えー、名言ですか、紹介したいと思います。よろしくお願いします。